塩屋は日本海軍の給油艦。軽出油運搬艦である足ずり型給油艦の2番艦。艦名は福島県小名浜港の北東にある塩屋崎による。仮称艦名第220号艦。1941年度マルリン計画二次計画により三菱重工業長崎造船所で建造され、1943年11月9日に竣工。 させぼちんじゅ席となり、同日に連合艦隊付属となる。塩屋の春工後の行動は断片的にしか判明していないが、1944年1月6日に、特務艦足摺り、特設運送船協側丸とともに、臨時 M 船団を編成し、第36号小海底の護衛を得て、高尾を出港。マニラまでは、非29船団と同行し、1月9日に、 マニラに到着後分離して、タラカン島経由、1月15日にバリクパパンに到着する。以後、バリクパパンとダバオ間の形式輸泳層などに従事。5月は、ほとんどの期間を第30号総改定と共に行動する。5月4日、塩屋はバリクパパンを出港し、5月6日にダバオに到着した。補給の後5月9日にダバオを後にして、 サンボアンガを経由し5月11日にセブに到着。5月14日にセブを出港してバリックパパンに向かうが5月15日午後には潜水艦を発見しこれと交戦しようとした第30号総海底に対して攻撃精神の例を出してバリックパパンに急ぎ5月16日に到着した。5月23日に 第30号総海艇の護衛で再びダバオへ向けて出港するが翌5月24日に潜水艦の攻撃を受ける。第30号総海艇及び小海機とともに爆雷を投下して潜水艦を制圧した後5月25日にダバオに到着した。6月7日、塩屋はバリクパパンを出港するが翌6月8日午後 北緯03度04分統計124度02分、北緯3.067度統計124.033度、3 0 6 7十2 4 0 3 3のセレベス海マナド北西方でアメリカの潜水艦ラッシャーから発見された。ラッシャーは塩屋を浅間型練習艦、その護衛艦を天津風型駆逐艦と識別し、浅間型練習艦に対して、 魚雷を六本発射した。うち五本が命中したと判断され、潮屋はこのラッシャーの魚雷攻撃により沈没した。八月十日に除籍された。清川利始末大佐、九百四十三年十月二十七日から九百四十三年十一月一日、池内正方大佐、九百四十三年十一月一日から十一月九日、池内正方大佐。 1943年11月9日から1944年2月3日、佐藤術大佐。1944年2月3日から1944年6月15日、福井ピアニッシも390から391では連装機銃2期になっている。日本海軍全艦停止 P864 掲載の足釣の講師時の写真では三連装機銃を搭載。 同 P865 の塩屋の講師時の写真では、機銃は、まだ未搭載、日本海軍艦艇図面集、P114 図83の、塩屋塩屋一般偽装図は3連装機銃2機。SS-269、アセスラッシャーパート 1P258 の中で、天津風が宅地区間に付されている、アットは、オールドデストロイヤーを意味する。ありがとうございます。